全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。チャレンジリーグ第1戦、シエロ対カメルーン FC。 海外から3クラブを招待して行われるこの大会、チャレンジカップの開幕ですが、この大会をどうご覧になりますか？今回は海外の超一流クラブが招待されていますからね。これだけの相手が来てくれるのも、クラブの実力が認められている証拠だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。さあ試合開始です。前半12分、カメルーン FC。 さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイントをかけます。パスを出します。ミンド、オンドア、このボールを受けました。ウタマック、ここで攻撃のリズムを変えます。オンドア、うまくつないだ。得意の角度だ。中を見てあげた。加藤、ゴールポストに当たった。前田、このボールを奪いました。前半36分、カメルーン FC。 両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。高木、倒された。ムボック、フェイントをかけます。このパスが通った。ロングパス、オバム、チャンスになります。ゴール、前川、これは全くの逆を突かれた。前半37分、シエロ、チャンスになります。当てます。前田、止められない。パス、大江の木、フェイントをかけます。パス、前田、ここからどう展開するのか。両クラブ最後の決め手を書きました。この得点差についてどう思われますか？そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦の序盤、カメルーン FC 依然として1対0と1点のリード。ロングパス、オバム、ドリブルで攻め上がります。うまいフィント、ゴールネットを揺らしました。前川、これは止めることができない。後半12分、カメルーン FC、 現在2点のリードを奪っています。彼もいいドリブルを持っていますね。フェイントをうまく使っていますよ。ストイコビッチ、止めることができない。オン、一人で持ち込みます。ゴール、後半もすでに25分を経過しました。カメルーン FC、大量リードで選手に余裕がうかがえます。
でフェイント、ロングパス、自分で持ち込んでシュート、オバム、ゴール、オバムハットトリック達成。試合終了の笛が鳴りました。0-4、カメルーン FC、 この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？さすがに相手が強いですから、そう簡単には勝たせてもらえませんね。この経験を十分に生かしてほしいですね。お茶の間の皆さん、こんばんは。本日はチャレンジリーグの試合をお届けします。チャレンジリーグ第2戦、シエロ対ベルギー FC。 残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、惜しくも敗れ1敗で迎えた第2戦、どのような戦い方が予想されますか？やはりこの中に入っては実力的な差を感じてしまいますね。とにかくいい試合を見ててほしいですね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半24分、ベルギー FC、 さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。レッドカード、森島退場です。
奮然とグラウンドを去ります。前半24分、ベルギー FC、 さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に得点を許してしまいますよ。パスを出します。このパスが通った、右に叩きます。デュグレーフ、さあ一人で持ち込みます。前川、ナイスセーブ。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦の序盤、ベルギー FC、 現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。彼もいいドリブルを持っていますね。フェイントをうまく使っていますよ。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。ゴール前激しいプレイ、ゴーセンス、どうだ、前川パンチング。後半26分、ベルギー FC、 ここからどう展開するのか。ブッフバルト、先ほどから試合に入っています。パス、エルボー、フェイント、パスを出します。ウーロワ、うまくつないだ、エルボー、キーパーがっちりとキャッチ。前川、ゴール前に立ちはだかります。後半36分、ベルギー FC、 選手が上がっていきます。エイマンス、ドリブルしながら周りの状況を見ます。フェイントをかけます。パス、そのままシュート、これが決まった。前川、当てずっぽうではいけません。今試合終了のホイッスルが鳴りました。0対1、ベルギー FC、 この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。まだ調整が不十分ですね。セカンドステージに向けて何とかきっかけをつかみたかったところですが、残念です。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。チャレンジリーグ最終戦、シエロ対コロンビア FC。 雲がかかっています。今日の試合、1敗1分けと苦しい展開で迎えました最終戦。今日はどう戦っていきますかね。まだまだ世界のレベルとは力の差があるんですかね。引き分けに持ち込んだ試合は評価できるんですが、なかなか勝つまでは難しいんでしょうか。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半26分、コロンビア FC。 さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。高木、危ないプレーだぞ。やはりイエローカードが出されました。前半38分、コロンビア FC。 両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。フェイント、パスを出します。オソリオ、ショートパス、リンコン、きれいにボールがつながります。オソリオ、ロングシュート、小泉カットしました。現在のところ得点はありません。さて、前半の試合展開をどう見られますか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半24分、コロンビア FC。 フィールドいっぱいに広がります。ロングパス、蹴りました。小さな声が入って鋭く曲がる。ボールが切れていきました。後半38分、コロンビア FC。 このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。ウッフバルト、先ほどから試合に入っています。アセベット、ここでフェイント、立てます。バラガン、ドリブル、ボールを運びます。ドリブル、一気に攻め上がります。オソリオ、インゴール、見事な攻撃でした。ここで試合終了です。0対1、コロンビア FC。 この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。まだ調整が不十分ですね。セカンドステージに向けて何とかきっかけをつかみたかったところですが、残念です。